エリオ・デ・アンジェリスは、イタリア・ローマ出身のレーシングドライバー。天才肌タイプのドライバーとされる。ロータスに縁が深く、歴代のロータスドライバーの中で最も長く、チームに在籍していた。またデ・アンジェリスの F1 初優勝は、ロータスにとって、コーリン・チャップマン存命中の最後の勝利でもあった。大のマシンテスト嫌いだったと言われている。口述するようにピアノをたしなんでいたことや、貴族の末裔という家柄もあり、回一は貴族のスポーツという雰囲気を醸し出した最後のドライバー、回一最後の紳士、古き良き時代を象徴する最後のドライバー等と表現されることもあった。貴族の家系の出身。父のジュリオはローマでセメント会社などを営む富豪であり、パワーボートの選手としても活躍していた。このような環境のもと、幼少の頃からレースの才能を磨いていった。1977年、18歳でイタリア回3ヨーロッパ回3に参戦。イタリア回3では4勝を挙げ、初年度でチャンピオンに輝き、ヨーロッパ回3でも1勝 3PP を記録。1978年はヨーロッパ回にイギリス回3に参戦。前者は最高位3位で、ランキング14位、後者は1勝を記録して、ランキング11位となった。シャドウ時代20歳で、シャドウより、回1デビュー、チームメイトは同じくこの年に、回1デビューしたヤン・ラマースだった。マシンの競争力の低さに苦しみ予選落ちも喫すなど、ラマースともども苦戦を強いられたが、最終戦アメリカ東 GP で4位入賞の結果を残し、翌年からの名門ロータス移籍が決まった。ロータス時代ロータスに移籍し、1978年のワールドチャンピオン、マリオ・アンドレッキと組むことになった。第2戦ブラジル GP にて21歳306日で2位、表彰台を獲得、当時の F1 最年少優勝記録を破るのではないかと注目を集めたが、結局この年の表彰台登壇は一度に止まった。しかし、計4度の6位以内入賞で13ポイントを獲得。この年1ポイントしか獲得できなかったアンドレッティを圧倒した。1981年イギリスグランプリでのデ・アンジェリス前年の活躍により、ロータスのエースドライバーに昇格。入賞8回を記録したが、この年の最高位は4位で、表彰台に上ることはなかった。また新チームメイトのナイジェル・マンセルに対し、獲得ポイントでは上回ったが、最高位は予選、決勝ともに下回った。第13戦をオーストリア GP で、ケケ・ロズベルグとのバトルを 0.05 秒差で制し、回1初優勝を挙げる。表彰台は、この優勝時のみであったが、計7回の入賞を記録し、ランキング9位、総ポイントや入賞回数で、マンセルを圧倒した。入賞が5位1回と苦しいシーズンとなり、総ポイント、最高位、入賞回数ともにマンセルを下回った。しかし、第13戦ヨーロッパ GP で初 PP を獲得している。この年は、マクラーレンタグポルシェが年間12勝と席巻したシーズンだったが、デ・アンジェリスは予選で 1PP を含めた4回のフロントロー、決勝で7戦連続を含めた11回の入賞。開幕戦から10戦連続完走とコンスタントに好成績を残した。リタイアはわずか4回で入賞回数と完走率ではマクラーレン勢を上回り全ドライバー中1位となるなど上位陣の常連となりドライバーズランクでもマクラーレン勢のニキ・ラウダ、アラン・プロストに次ぐ自身の F1 キャリアでベストとなる年間ランキング総合3位を獲得した。ロータス時代のデ・アンジェリス第3戦サンマリの GP にてアラン・プロスト失格による繰り上がりながら自身2勝目を記録。これを含めて開幕から7戦連続で入賞するなど着実にポイントを積み重ね最終的にはランキング5位を獲得する。この年のロータスには4年間にわたってコンビを組んだマンセルに代わり回1デビュー2年目の若手アイルトン・セナが加入。シーズン当初エースはデ・アンジェリスであり、序盤リタイアの多かったセナに対し、安定してポイントを積み重ねて第9戦西ドイツ GP 終了時点で17ポイントリードしていた。しかし、予選の速さでは、セナの後塵を拝し、また、第10戦オーストリア GP 以降のセナは、決勝レースにおいても5連続表彰台と安定して好結果を残したため、最終的には5ポイント差で敗れている。チームマネージャーのピーター・ウォーは、次第にセナをナンバーワンドライバーとする運営に傾いていったとされ、デアンジェリスはこの年を最後に6年間所属したロータスからブラバムへ移籍することとなった。ブラバム時代1986年のブラバムのマシン BT55 はゴードン・マレーのアイデアによって車高を極限まで低くした特殊な形状だった。安定性を高めることを狙った結果だったが、BMW のターボエンジンを傾けて搭載し、ホイールベースを極端に長くせざるを得なくなる等、様々な面で支障をきたし、かえって安定性は低下。扱いにくい、シャシー特性だった上にマシントラブルも続出し、デアンジェリスは第4戦モナコ GP 終了時点でノーポイントだった。これらの状況を打開すべく、チームはモナコ GP から3日後の5月14日に、フランスのポール・リカールサーキットでの合同マシンテストに参加。しかしその最中に高速 S 字カーブを走行中にリアウィングが突如脱落しクラッシュ。大きな事故であったにもかかわらず、この事故で受けた怪我自体は致命傷にはならなかったが、救出の遅れにより出火したマシンに長時間取り残されたために窒息し酸欠状態となってしまう。病院に搬送されるも、脳死状態となり、翌15日に死亡した。28歳没。葬儀はローマにて行われ、2万人の参列者が別れを告げたと言われている。この事故を契機として、テスト実施時においてもグランプリ開催時と同等の安全対策、マーシャルの配置がされるようになった。この事故の後、第1では1994年第3戦サンマリノ GP を迎えるまで、死亡事故が起こることはなかった。インディ500のみ、出走のドライバーを除く。ハット後の検視によると、この時に負った傷は片方の鎖骨骨折のみだったとされている。一説には、不慣れなコースマーシャルが防火服を着用していなかった上に、気が動転していたために必要以上に消火剤をマシンに浴びせてしまい、その勢いで火災の煙がコックピットに流れて充満し、酸欠状態となったためと言われている。書籍によっては、マーシャルが駆けつける際に消火器を忘れたとも記述がある。セナを殺した男たち PP150 エンツォがチャンスを与える意味で受けさせたテスト走行の機会だったにもかかわらず、デアンジェリスが多額のサラリーを要求したためと言われている。ありがとうございます。